けど、大会後の初めて、ね、トレーニング動画だね。まあ、トレーニングはね、相変わらず、すぐ復活して、次の大会に向けての、まあ、まだ決まってないですけどね、改善点を、直しているところです。で、体重も、100キロ前後、98とか9、100あたり、まあ、行ったり来たりってのをキープしてる感じで、まあ、前回の仕上がりから考えると減量体重の、まあ、7、8キロ圏内にキープできてるかなって感じです。意外に今回はちゃんと、ね、食べながら、体調よく減量できたんで、そんな終わってからはね、食べたくてどうしようもないみたいな、暴飲暴食いみたいな、なんかあの反動が全然なかったですね。なんで逆にあの動画の爆食いがちょっと苦しいかなみたいな状態が多かったんですけど、まあ、またね、週1、2回ぐらいのペースでああいう動画をね、上げていけたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。今日は背中トレーニングです。
はい、ということで、オフキーのね、トレーニングですけど、まあ、このオフの時にね、しっかり足りなかった部分を補って、やっていかないと、次の減量でね、絞った時に焦ってそのね、部位を頑張ってもね、すぐにつくわけじゃないんで、なんでこのオフの時にしっかり頭使って種目選んで、自分のね、もうちょっと強化した方がいいところ、あるいはね、強みとかも、もう全体的に頭を使ってやっていきたいなと思います。もうね、2019年、俺はね、来年だとオリンピックでしょ。やばいよ。オリンピックまであと3年とか4年とか言ってたのに、もう来年だもんね。3年後の30の年に、オリンピックだとか言ってたのに、もうね、30の年だからね。早いね、時が経つのはね、はい、早いようで遅いというかね、またこれからね、30になってからの一日一日っていうのは、まあ、すごい早く なってくるのかな、だんだんね、よく少しずつ年齢重ねるとね、一日が早いです。まあ、次の大会の時に、後悔がないようにね、この分、しっかり過ごしていきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、バイ。